やっぱだ俺生かすなら岡村も一緒の方が良かったっすね。いやだけどごちゃごちゃしちゃうからダメなの。ダメなのマジで。はいどうも、キーチャンネルです。今回は宮崎のテゲバジャーロ宮崎の石井健太選手に来てもらいました。よろしくお願いします。お願いします。健太真面目に話さなくていいからね、全然。いや今日真面目に行きます。全然思んないから、そうなったら。お前はマジで。じゃあまず、はい、まず、今回は、どうやって大学からやっぱプロになるかっていうのが、ちょっと俺の中で知りたいっていうか、うん、やっぱなんか今大学生とかでもさ、もちろん、ね、プロ目指してる人もいるしさ、うん、声かかるっていうだけじゃない。うん、で、健太はどうやって、何、ホンダロックだっけ、1チーム目。そうです。それはどうやってさ、ホンダロックに入ったの？それも、僕もテストっていうか、うん、受けましたね。セレクション？セレクションに普通に自分で申し込んで。そうです。6チームぐらいかな。結構行ったっすよ。水戸とか、北九州とか。うん、相模原、あと栃木の練習参加にも行ったし。それはセレクションじゃなくて？それはセレクションじゃなくて練習参加。その練習参加とセレクションの違いはさ、何？練習参加はもうその監督のつてっていうか知り合い、監督の知り合いで練習で見てくれるっていうので行って、とセレクションはもう自分で登録して1万円払って、で交通費は別、実費じゃないですか。でもなんかそういうのはいろんな人に話聞くと、やっぱこう金集めだみたいな感じで聞いてはいたから。はい、その通りだと思いますけど、うん、だけどまあ、何が起こるか分かんないし、で、まあ、誰がどう見てるか分かんないから、その可能性に、うん、まあ行かないと見てもらえないから、頭ではねそうやってなんかこう切り捨てることは簡単だけどっていうところを自分に言い聞かせていった。ホンダロックって、その当時は JFL? JFL。今も JFL。ホンダロックって企業じゃん、だって。企業でした。それがマジ面白いんですけど、セレクションやるじゃないですか。で、通りましたみたいな。それで合格だと思うじゃないですか。じゃなくて、サッカーとしては取りますみたいな。次は入社試験受けてくださいみたいな。面接と SPI っていう、あの、試験。SPY? はい、はい。SPI。SPI。キーさんはもう一生受けることないと思うんで大丈夫なんですけど。そうです、うん、待って、それ一般常識？ SPI っていう用語は何なの？そのなんかもう社会に当たり前の言葉？原価っていうところが低ければ低いほど売り上げは上がりますよね。そうじゃあそこをどれだけ原価を低くするかっていうためにも、その材料をこう仕入れてくる価格を下げなきゃいけないじゃないですか。だからその材料を買ってきたりするのが僕が入った部署で。試合金沢に行って、まだ全英からが JFL だったんですよね。アウェーで金沢行って、で、みんな後泊して、宮崎帰ってくるって時だったんですけど、うん、僕翌日朝、もう朝一から東京に新幹線で行って、うん、で東京にある取引先に、うん、行って、でその工場行って、工数って時間計って工場見学行って、うん、で飛行機で、うん、そういう出張をしたり、なんかもう俺何やってんだろうなみたいな、まあ、正直強かったっす。お前の中でまだその時は何、プロを目指してんの？いや、もちろん、うん、ありました。僕それこそ大学3年中にアキレス腱切ったんですよね。だからこっからあと1年、ラスト1年って時に、でやっぱその4年生の年がやっぱ大事じゃないですか、見てもらえる、うん、だけど1試合もっていうか、ずっとリハビリで、で公式戦はもう本当最終戦の残り5分、まあ、監督が、まあ、頑張ってきたからっていうので出してもらっただけ。
まあそのまま辞めてったらもう本当悔い残るなっていうのは自分の中でもあったし、ずっとプロになりたいって思ってやってきたんで、まあでもサッカー続けてればその可能性も広がるなって思って、まあそうだね、うん、まあその社会人っていう、まあ、JFL っていう自分が望んでなかったところでしたけど、まあ続けてたっていう感じで、まあそこのプロになりたいって思いがあったからそういう仕事も頑張れたしっていうのはありましたね。練習がもう夜からだったんで。あ、夜なんだ練習が。うん、練習夜でしたね。え、その一日の時間割はどんな感じなの？朝は8時から朝礼があるんで、もう7時半ぐらいには行って、まあ昼食挟むんですけど、5時10分まで仕事、6時からそこから移動して6時から練習。で、大体6時から8時ぐらいまでやって、で、まあ、自主トレみたいのしたら8時半か9時ぐらいになるじゃないですか。まあその後自分の体作りしたかったから、ジム行って9時半ぐらいから11時か11時半ぐらいまで。で、家帰るみたいなのをずっと繰り返してましたね。暑いっすよ。暑い、なんかこの気持ちがすごかった。ああ、その暑いってその気持ちね、メンタルね。そう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 。プロになりたかったっていう人たちだと思うんですよ、みんな。サッカー続けてる人って絶対、うんうん、で僕が入ってきた時の、 あの上の先輩たちもやっぱそういう思いでやってきた人たちが多いから、だからこう仕事してるからサッカーで負けるっていうのはちょっとなんか、まあ、ダサいじゃないですか。ダサいっていうか、なんかそういうようなメンタルです、うん、いくら仕事してても同じサッカーのピッチで立ってるんだったら、まあピッチ立ったらもう関係ないよねみたいなメンタルの強い、あ、なんかこう先輩たちが多かったんで、僕はなんかメンタル的に鍛えられたなっていうのはすごいありましたね。最後お前めっちゃいい話でまとめてくるじゃん。まとまったでしょ。なんかね、やっぱでも今の人たちにとって多分そういうのあんまないんじゃないかなと思うんだよね。で、どっちかというと正直なんか舐めてた感じあったっす。仕事してるからとか、なんかこう言い訳してる自分がいたんですよ、最初1年目とか。仕事してるからまあいいやじゃないけど、これぐらいなんだろうなっていう。仕事してなかったらもっとできるだろうな、みたいな。やっぱそう、先輩たちのそういうなんか姿勢みたいなのを見てる中で、うん、そうじゃないな、みたいな。グラウンドは本当に関係ないっていうのをなんか、感じたっすね。だ今でもそれはずっと思ってます。うん。だプライベートで何があろうと、グラウンドに立ったら、もうサッカー選手とか戦わなきゃいけないじゃないですか。どんだけ辛いことがあろうと。うん。それを見せられない。まあね。うん。逆にもうパワーにしなきゃいけないっていう。ああ。うん。だから何でもパワーにできるようにはなったかなっていうのは、なんかそういうタフさはなんか生まれてきたかなっていうのは。その頃なんか僕の中では培われたなっていうのはありますね。めっちゃいい話やん、お前。もうここで切ろ。第1話終わりにしようもう。終わり？終わりだよ、第1話は。お前のいい話で完結。いいよ、いいよ、いいよ。でも、なんか苦労してる感じが。ありました？うん、いい、いい、いい。なんかでも、なんかでもね、俺は、ね、今子供とか教えてて、いや、こういう気持ちでやってくれよって思う。ああ。そう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 。なかなかね、すぐ足が痛いだの。ああ。なんか疲れただの。ね。そう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 、やっぱなんかこういうなんか強いメンタルって何なんだろうなと思いながら、いやほんとそうっすよね。うん、だからちょっと もう喋んなくていいよお前、もうちょっととりあえず切るから。いいよ、いい話でありがとう。はい、ちょっと話も続いてますが、まあいい話が出たところで、はい、まあ、未来の子供にもねやっぱ、うん、こういうメンタルでやんなきゃいけないっていうね、強い気持ちを聞けたっていうことは多分ね、ちょっと誰かアドバイスになったね、これをきっかけにっていうのもあるかもしれないから、うん、まあこれでとりあえず1話は終わりにしたいと思います。はい、はい、石井健太選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、よっしゃ、ナイス。